ってきてるの。薬をね、ステロイドを増やすとね、また食べるかもしれないんだけど、はい、この調子がまあまあじゃないですか。なるべく低い量で頑張ってもらって、はい、本当に調子が悪くなった時に上げた方がいいね、はい、とは思います。それで、あとはKD 缶でもいいですよ。缶詰主体にしてもいいですよ。缶詰主体にしてるんですよ。今、キトミほとんど食べてくれないから。あ、もう、そうなの。もう、だから、缶詰に主体にしてても食べが悪い。先週ここに来た時は、まだKD が、あれだ、キトミ 8g ぐらいで、で、そこにKD をちょっと、缶詰をちょっとずつ足して、だましだましで、まあ、6g ぐらいまでは食べてくれたんですけど、もうそこからもうどんどん下がっていってる、うん、キドミが混ざってるともう全然プイってプイってなっちゃうので、もう本当にキドミ混ぜずに KD 缶だけでなってるわけね。もう37g ぐらいでやってるんですけど、多分37でも缶詰だけだと少ないと思うんですけど、それでも残して食べてるんで、体重が減ってっちゃってる、うん。この間が一応2850だったですよね。キーディー缶のチキンですよね。キーディー缶ってさ、結構な量食べないと一日量は満たされない。缶詰だけだと本当に50 3キロのでそんな1回で1日1缶ぐらい食べるとね。3キロの子で160g だから1本1缶。まあ、3キロ弱だから1缶ぐらいは食べてないね、そうすると。そうか、じゃあちょっと薬を考えた方がいいか。1食で、今36-37g 測って、はい、で、それを少しずつこう乾かないように、匂いがするようにで分けてやっても、10g から15g 残しちゃうんで。動きはそんなに悪くない。まあ、悪くない。でもとにかく食べるのがちょっとそういうことだね。それとあと、うんちは一応ちょっとずつ減ってるんですよ。出てるけど少ないってことね、はい、昨日はしてないですね。しない日もあるんだ。ここまではずっと出てたんですけど、ここは出てなかった。昨日出てなくて、今朝もしてなかったですね。子供が出てない日があるんだよね。前はだから10日に1回ぐらいは出ない時があって、でも次の日は割とたくさんしてたりしてたんですけど、食べてないからうんち出ないのかなと思います。一回ちょっとだけ増やしてみようかな。じゃあそんな、で結果ね、はい、結果をお話ししていきますと、ここにこの間のが書いてあります、はい、いつだか6月の8日、まあ、取ったのは何度かなんだけどね、はい、でまず先に甲状腺ホルモンね、はい、まあ、5.13 です、はい、だからまあ5以下がいいんですけどね、はい、でもあんまりさ5以下を狙っちゃうとですね、下がりすぎることがあるから怖いんですよね。だからまあ前がね、はい、これでその前がこれだから、まあ、5.13 なら、まあ、甲状腺ホルモンに関してはこれもね、これが下がってくるとそこ落ちるんですよ、代謝が落ちてるから、はい、だからこれをもっと正常値に持っていけばもっと食べなくなっちゃう可能性があるんですね。まあだから12とかのだったわけだから、まあ、ここまで下がればよしかなと、この子はね、はい、まだこれ以上機能を落とす薬は増やさない、はい、一回上からいきますね。ここら辺までが肝機能を見るんですけども、タンパカルーミン AG ヒピリルビンはいけ、この G 低いのか、まあ低いって出てますけど、まあ低いのはそう気にしなくていいですよ。GOT 高いとさ、肝臓とか心臓の酵素が悪いわけで、これがちょっと低いんですけどね、はい、低いのはそう気にしなくても大丈夫です。だからまあ GPT それから ALP ガンマ GTP で、まあ、ここまでの肝臓の機能の検査は OK ですね、はい、リパーで、これは膵臓ですね、はい、一応30以下ならいいから大体安定してますね、はい、次は腎臓で、これが高いですね、ちょっとね、尿素窒素が。で、クリアチンは1以下がいいですから、一応この間 0.99 だから、まあここずっと微妙なとこですわ、はい、で、甲状腺ホルモンが正常よりもちょっと高いとやっぱ血流が良くなるから腎臓病は隠すんですよ、前から。だから
まあちょっとこれで隠れてるんかもしれません。だけど尿素指数がちょっと高いとやっぱ慢性腎臓病はあるでしょうね。のステージ1か1ぐらいはあります。それから脂質代謝、コレステロールと中性脂肪は OK ですね。電解質のバランスが、ナトリウムがちょっとだけ高いと。これが高いのはですね、脱水、ナトリウムとかに書いたのかな。まあ、水分の喪失か。もっと水飲まなあかんよと。お水はどうですか。でも缶詰食べてれば割と水分は取れてるんですよ。缶詰食べると飲む水の量は減りますよね。だからここ2、3日はいつもあの蛇口から出るお水を飲みたがるので、うん、私についてくるんですけど、そこに行かなくなったから、連れてって洗面台にでお水出してってもうクイッてどっか行っちゃって飲まないんです。まあそれはね、ドライ食べてるとやっぱり飲みます、はい、缶詰、KD 缶みたいなのはあれは腎臓病食なんだけど、はい、要は水分も取らせるための缶詰なんですよね、はい、それとリンとナトリウム制限してね、タンパク質が入ってるけど、だからこのクロールも一緒、若干高いからさ、はい、これもだから一緒です。多分だけど水分の喪失というか脱水というか、まあ、ナトリウムに付随して変化すると。だからお水も取りたいとかね。あとカルシウムはいいと。リン、これが腎臓病のステージ3超えると上がってきます。一応まだ正常範囲のステージの1か2ぐらいかなというところですね。血糖値はいいと。加糖化アルブミン正常です。これはまあ過去2週間の血糖値平均だからいいですね。で、まあ、高いと糖に増えるんです。反対に低いとですね、肝臓機能が落ちてくると下がってくる場合もありますけど、まあいいところにあります。 SAA、 これね、なんかこの時はめっちゃ高かったんだよね、5月の時は。だけど今回は正常でした。この5月にこの方が元気はあるけど、ヨニケア、毛玉もあるんですよ。そう、こういうところね、こことここはちょっと高いんで、5ぐらいだからさ、正常。まあ一応この間は正常でした。はい、T4、まあこれでホルモンはだから、治療してる子は5を目指すと。はい、まあ5にかなり近いから、まあ、割といい感じにはしてるから、はい、それから白血球数が1万400、まあ正常範囲ですね。前と比べてもちょっといいとこですね。赤血球数が749万、これまで、あの、若干上がってるからいいことなんですよ。まあもともと正常ではあったんだけど、はい、それから赤血球、ヘモグロビン、今得意土地、これ24度ずいぶん低いんです。37欲しい。だからこの辺はよりは上がってはきている。やるとここは飛ばして決勝は、これはですね、30万から70万を欲しいから、ちょっと少ないですね。いつも少ない。これが少ないってことはちょっと免疫力が弱いということが言えます。あと病院でちょっと見たところね、血液の寄生虫はいません。から PCV が34、ここで見たやつ、ヘマトクイット値、うん、同じ検体でもさ、調べ方によって34にもなるし、ここで調べると、36.5、うん、これぐらいの差は出ます。同じ血液で調べてても。それから白血球数が1万600、同じ、まあこれは200しか違わないけど、うん、1万4、だからこれぐらいの誤差は出るということですね。だから II は黄疸が出てるかどうか、出てません、正常です。でここで病院ではこの白血球1600の内訳を見てるんですけど、はい、急性炎症で増える好中球が7800、まあ正常です。はい、からリンパ球、まあ、具合が悪くなると下がりますけど、一応1400、まあだからなんとか正常範囲に入っています。胆球、これは慢性の炎症で増えますけど正常範囲に入っています。はい、抗酸球、寄生虫アレルギーがあると上がります。はい、正常範囲に入っています。あとある種のがんでも、抗酸球性のがんでも増えますけど、まあ正常です。次、赤血球の数は744万、こっちだとまあ740、まあ割と近い数ですね。で、赤血球の形なんだけど、大きいのが青く染まるのが100個に1つで出ればいいんですけど、出てました。大きいとか青く染まるのは若い赤血球なんですけど、ね、
だから100のうち1つぐらいは若い設定が出てほしいんですよ。貧血してることだったらそれがもうちょっとたくさん出てほしいわけですけど、まあ貧血はしてないからね、1つ出てればいいです。で血小板はここでは測れないんだけど、この時はね N って書いてあるからそれなりに血小板出てたんですけど、血液止まってたから私が見た時、はい、だけど測ってもらうといつもちょっと少なめでは出てるんだけど、うん、そこがちょっと機械と実際に見たところの誤差もありますね。そうか、はい、あげる今日薬出ますよね、はい、今って16分の1？そうです。4週間出ますよね、はい、いや2日に1回の薬1回増やしましょう。そしたらさ、食用が出てきたら経理管よりもなるべくドライの方をやりながら、ね、はいはい、もしそんでも変わらんかったらさ、ちょっと辛いんだけど、 2.85 パッケージ。食べれないわけじゃないんで、結局匂い嗅いでちょっと食べて嫌って顔しても、私が動くとついてきて足元座ってなんかちょうだいって感じで、だけど、あげると、一口、二口食べて、と言ってどっか行っちゃう。よし。じゃあ、最初の2週間を、これで、4かけて、20割る7は、2.8。次の2週間は、そしたらですね、はい、B のお薬、はい、クレドゾロンコレステロールですね、一番。でこれ今2日に1回で、最初多かったけど今 0.04 まで下がってですね、はい、これ以上下げるぐらいは下がってですね。でこれをですね、もう上げるならポンと上げますから、パーキロ1ミリ 2.86 ミリ、で、2週間ね、2日に1回、まあ、これ2日に1回ですよね、はい、で、次の3週目、4週目は2.50ミリと、はい、で、またここで2週間ね、だからこれとこれで出しますから、はい、で、これに変わるとさ、要はステロイドっていうのはまあ、抗炎症作用、はい、まあ、消炎鎮痛作用か、消炎鎮痛作用がありますね。で、非ステロイドの消炎鎮痛作用よりも強いですね。あと抗腫瘍効果があります。もし腫瘍があったら腫瘍の成長を遅らせると。あの子脳もあるかもしれないですね。で、その他にはお腹空いて食べるのが不要、飲むのも増える可能性があります。飲むのが増えれば単尿ってことが、まあ、いい方法をされる、はい、ダメは感染に弱い。だから A の薬に抗生剤が入っていると思うから、はい、しっかり A 飲んでくださいね、はい、でまあ、2日に1回投与だったら、あと長期投与、もう長期投与じゃないですかこれ、はい、ね、長期投与で出る副作用ってさ、ホルモンの病気、まあ、ホルモンの病気、甲状腺機能亢進症がある、これはステロイドのせいじゃないですから、はい、糖尿病とかね、ホルモンの病気と副腎機能亢進症とか、はい、そういうホルモン病とかね、ステロイドによる過呼吸とかですね、皮膚が薄っぺらくなるとか、神経症状が出るとかね、そういうのはあるんですけども、他にもいっぱいありますよ、長期投与だけど、それは大概毎日飲むと、だからもう分かってるから、絶対長期投与しなきゃいけないの分かってるんで、最初から2日に1回、まあ、当初は毎日使ってたけど、はい、2週間以内になんとか2日に1回に持っていけると副作用が出にくいんでね、はい、そういう形、もうだから今回はもう最初から2日に1回だけど、 0.04 がさ 2.86 じゃ何倍になるのかな、めっちゃ増えるよね、割る 0.04 だよね、70倍ぐらいに上げますんで、はい、そうするとまあ飲み始めれば
12時間から20、まあ、20時間前後で効いてくるから、はい、1回目飲んでその次ぐらい飲んだぐらいからフロが増えるはずなんだけど、そこをちゃんとそうなるかどうかを見とってください、はい、ちょうど順番からいった下の朝なんで。あ、そうなんですね、はい、あれ、B って朝飲んでます？夜、朝、あれ夜じゃない？あ、朝です。朝飲ましてます。あ、本当、はい、夜の方がいい。液体のお薬ありますよね、うん、あれを夜あにしてます。あのシクロスポリンでしょ、はいはいはい、シクロスポリンはまあ、あれも夜の方がいい。毎日であれを夜やって B の薬は1日おきで朝やってたんですよ。本当ごめんなさい。じゃあ B の薬夜にしましょう、はい、で夜やった方が効率がいいみたいな。で昨日の朝飲んでますけど今日の夜やっちゃった。今日の夜からやりますか。はい、うん、じゃあちょっと1日ずれるけど、はい、じゃあこれ6月14日からスタートしてください。はい、で今日の夜からね。だから前もらったお薬があと2日分ぐらい残ってるんですけど、もうそれなしにして今日いただいてるの方がいいよね。ですね、はい、そうするとじゃあ足りんくなる。でも、土曜、明日の朝分、今日の夜と明日の朝分ぐらいしかもう残ってないので。 A の薬のことないですか。はい、じゃあそう、じゃあ今日って14ですよね。はい、1日分だけしか変わらないので、はい、じゃあこれ、でこれあの2日に1回だけど、毎回夜、はい、夜です、ね、はい、で、シクロスポリンも夜やってます。はい、はい、は1日1回だもんね、はい、そうか、私夜やってるもんだと思って。聞いてよかったねじゃあ反対に、はい、ずっと朝の朝、はい、すいません。じゃあちょっと私の伝え方が悪かった、はい、夜やってっていつもお願いしてるんで、はい、皆さんに。そうか、うん、でまあまあ何でもだけどさ、でもドニーケンプラスの方がうんちが出やすいからさ、はい、繊維が多いから、まあ、あれがおすすめかなと思いますけどね、はい、でも最初好きだったですよね。最初はもうあれ割とみんな好きなんですよ。最初の頃は結局ここから退院して帰った時はもう、うん、キドニーのドライそのまんまであれパック食べてたんです。食べたんですよね。でそれからしばらくしたらちょっと嫌って顔してきたんで、うん、KD 館を足すことにだったんですよ。で KD のドライもって言って先生から少しいただいて、KD のドライの方が嗜好性悪いよね。あれは食べなかった、うん、で栄養補助やってる時にあれを粉末にして、うん、お薬と混ぜてやって、で KD のドライは粒のまんまでは一口も食べなかったので、で最初はキドニーのドライをすごい喜んで食べてたんですけど、途中からちょっと飽きてきて、で KD 缶を混ぜるようになって、でもついこの間までは本当に食べたけど、だんだんそうなんです。本当食べにくい。キドニーを 28g と KD 缶 10g で1食ぐらいでしたから。そっか、でこの子さ、前は体重もっと少なかったからさ、入院してる時でステロイド 2.4mm なんだよね。2.4mm でやってて、で飲み薬にして 1.96 で、まあまあだっていいんで、1.61 とか 1.43 とか 1.25 とか、まあそれで少しずつ下がって結局 0.04 まで下がったんですよね。で今回それを 2.86 だから前の退院の時よりも多い量ですね、はい、あの体重が増えてるからね、この体重に合わせてパイプで1ミリで作りますんでね、はい、だから1回2回飲んで効かなかったらちょっと相談してくださいね、はい、反対に言うと、はい、うん、はい、じゃあそれでじゃあちょっと B だけは今新しく作ってるね、はい、A は作ってもできてると思いますから、はい、で、まあ、警備会長持っててもらってな、食欲が出てきたらなるだけキドニーケアプラスの方やりながらね、はい、そうするとお水の飲むのも多分ステロイドで増えるし、ドライ食べてたらもっと増えるから、はい、もっと飲んでくれるかなと思うんですけどね、はい、という予想だけど、はい、なかなかね、そんなね思い通りいかんときもあるんですよそこはね、了解しとってください。思い通りいってないときは本当相談してくださいね。だってもう13歳過ぎたでしょ、う
うん、でもどうかちょっと痩せてるしさで、なんだっけな神経症状だったじゃないですか、この子、はい、で、あれもさ、中枢性前庭疾患の症状ともう一個さ、瞳孔の大きさがちょっとね、はい、それはでも最初、前からでしょ多分そうだ、ね、多分ね、でもわかんないからさ、はい、あの瞳孔の大きさが違うのと中枢性前庭疾患また別の脳神経症状だから、それだから脳腫瘍もあるかもしれないなと思ってたんですよね、はい、まあ それに関してもちょっとこのスプレッドニゾラの、ねはい、量を上げればちょっと抑えてくれるかもしれませんね、はい、ということですね。じゃあちょっと観察しながら、はい、で今日は とても分かりやすいんで続けてくださいね。はい、ありがとうございます。